軍師タイプの将軍よりも、猛将と言われる将軍の方が好きなゆっくり霊夢です。想定外の不利な局面に陥った時に、適切な判断をする将軍の姿がこれまたいいんですよね。と語りたいゆっくり悟りです。さて、今回は武将紹介外伝。今回紹介するのは弓の名将、李昂を紹介しようかしら。私は彼のことがすごく好きなのよ。むしろ李昂のことを書いている司馬遷の文章が好きなのかもしれないけど。お、どういうことですか？司馬遷の史記という歴史書にはかなり司馬遷の史観が色濃く出てあるの。この時代は武帝の時代で司馬遷が実際に生き抜いた時代。だからここの時代の文章だけは妙に生き生きしてるのよ。だからこそ史記は名著になっているんだと思うわ。司馬遷の主君の武帝は、無実の罪で司馬遷を裁きました。怒りを抑えながら客観的に文章を書いてあることが伝わってくるんですよね。さて、改めて紹介する武将は李昂、飛将軍と呼ばれた男。実際に司馬遷が見たことがある歴戦の名将。彼は一体どういった人物なんですか？まずは李昂の祖先から紹介していくわ。李昂の祖先は始皇帝の側近とも言われたり死んで、天下統一の戦いで多大な功績を残した武将よ。この一族は乖離に住んでいたんだと言われているの。李昂派老成軍の正規軒出身で、一族は弓の技術を代々受け継いできたみたい。ということは、李信もある程度は弓矢の技術を持っていたかもしれないかもですね。この李昂が生き抜いた時代は、天下が平定されて漢帝国が樹立された時代。おのずと戦いは異民族の強度との戦いになっていくの。紀元前166年、強度が召喚から侵入してくると、李昂派名家の子弟としてこれに参戦。得意の弓矢の技術によって敵兵をかなり打ち取り、同時に捕虜にもしたわ。槍とか剣に秀でていた名将はかなりいますが、弓矢に秀でた名将は珍しいですね。李昂派その功績により中郎という宮廷護衛官に出世。またいとこの李斎も同時に出世して、お互い武器常時となり800万石の領地をもらったわ。名家の一族だからといって、生まれながらにして高官にはなっていないんですね。自分の力だけで出世をしています。いつの日か、李昂派文帝の狩りに同行したわ。この時に李昂派猛獣に素手で挑みこれを打ち倒して、自らの豪遊さを文帝にアピールしたの。どういうことやねん。猛獣ってことは虎とかのことですかね。素手で勝負を挑むなんて常軌を逸してますね。この李昂の勇敢さを見て、文帝は思わずため息をついたの。はぁ、李昂よ。君がもし我が父の高祖、劉邦の時代に生きていたら今頃万国王になっていただろうに。生まれてくる時代を間違えたようだ、と嘆いたの。でも、これは文帝の間違いだったのよ。彼は間違いなく、この時代に生まれてくるべき人物だった。異民族の強度とは和睦を結んだり、破棄したりといろいろと繰り返してきました。だから李昂派、戦いでの功績を残せていないと文帝は嘆いたんです。文帝が亡くなり、慶帝が即位すると今度は五祖七国の乱という内乱が起きるのよ。この時李昂派、行基問として名将の周阿夫に従い戦って、敵軍の軍旗を奪い取り、昇竜の戦いでも多大なる戦功を立てたわ。しかし、彼は戦いで功績を挙げたのに出世できなかった。え、なんでですか？これは私にはいまいち理由がわかんないんだけど、彼は朝廷から任命された将軍でありながら、両王遊部派李昂の戦功を認めて、彼は李昂に将軍の印授を与えたの。これが大問題だったらしく、彼は論功交渉の席で全然褒美を与えられるどころか、北の方の上国という大衆に左遷されるの。これは想像なんだけど、この時朝廷の影響力がかなり低くなっていたわ。だからこそ五祖七国の乱が起きたんだからね。だから地方の王の手先となった李昂を朝廷は非難してんじゃないかなぁ、と、私は思ったわ。そもそもがこの李昂の行為自体が越権行為だった可能性もありますよね。彼は論功交渉の前に出世してますし。しかし李昂としてはこの左遷を全く気にしておらず、上国の地で何度も強度たちと激戦を繰り広げたの。それを知った公孫今夜は泣いて慶帝に訴えたわ。李昂という人材は天下に二人とおりませぬ。
彼はかなりの自信家でそれに見合う実力を持っているので、休むことなく強度と戦い続けております。これではいたずらに勇者を失ってしまいます、と訴えてきたので、慶帝は李光を上軍大衆に任命したの。まあ、猛獣相手に素手で挑むぐらいの自信を持っていますからね。生半可なことじゃ李光はビビらないでしょう。すると強度は大軍で上軍に攻め込んできたわ。何のために李光はここの大衆になったのか、って話よ。慶帝もさすがに強度の数がやばいと思って、中期陣を李光の陣に派遣して軍の引き締めを図ったわ。その中期陣ってのは何ですか？名前からして少し偉そうですけど。これより後の時代になると宦官のことを指すことになるんだけど、この時の中期陣は皇帝のお気に入りの人材を指しているわ。つまり皇帝が一番信用している人ってわけよ。歴史書ってのはここら辺がすごく複雑ですよね。時代によって言葉の意味が変わりますからね。マジマンジ。その中期陣が数十人のお供を引き連れてパトロールをしていると、三人の強度と出会ったわ。功績いただき。と中期陣がこれを攻めたけど、なんとたった三人相手にこの中期陣の軍が負けたのよ。中期陣自身もかなりの大怪我を負って李光の陣営に逃げ帰るぐらいのね。いくら強度が強い遊牧民族とはいえ、ここまで強いものなんですか。李光は中期陣の報告を聞いて、それは大足を打ってなりわいにしている連中に違いない、と断言したの。李光はたった三人を撃つために数百人を引き連れて追跡したわ。彼ら、強度の三人組は中期陣との戦いで馬を失っていたので、数十里先で李光は追いつき、数百人を左右に展開してこの三人を包囲。そして自ら弓矢を放ち、二人を射抜いたわ。そして一人を捕虜にして取り調べをすると李光の言った通りだったの。さすがは長年強度と戦い続けただけあって、彼らの事情にはすごく詳しいわ。っていうかさらっと流してましたけど、李光の軍じゃなくて彼自身が二人を弓矢で撃ったんですよね。李光は捕虜を引き連れて撤退しようと思ったら、強度の軍勢数千機がもう間近に迫ってきてたわ。李光もビビったし、強度軍もビビったわ。李光の軍は明らかに数が少なさすぎるのよ。だから彼らは、ははぁ、これはおとりの軍だな。我らが李光を追撃している隙に、伏兵で俺たちを撃つつもりだ、と誤解して、山の上に登って陣を作り、ゆっくりと李光の出方を見ようとしたの。李光は当然この敵軍の誤解を逃すほど甘くはない男よ。これが戦場のすれ違いコントですか。李光は当然敵軍の誤解に気づいているわけですけど。一方李光の軍の士気も最悪だったわ。みんなが動揺して、逃げ出そうとする人もいたの。李光は軍を一括したわ。聞け、本隊は数十里後ろにおり、合流は不可能だ。さらに今、敵軍に背後を見せれば追撃してくることは間違いない。そうなれば我々は全滅だ。ここでじっとしていれば、敵軍は我々をおとり部隊だと誤解して仕掛けてこない。と、堂々と宣言。さらに、前に進め。と軍を前に進め、敵軍からわずか2里ほど手前に駐屯して、全員、馬の鞍を外せ。と宣言したの。いよいよ部下たちは李光が狂ったと思い初めて意見を言ったわ。ここは敵の真っ只中、敵軍は目と鼻の先におります。吸収されたら全滅ですぞ。と、正論をぶつけるの。2里って ?800 メートルじゃないですか。しかも強度の馬は名馬揃いだという噂もあります。追撃されたら逃げ場はないですよ。李光は戦いの変化を敏感に感じていたの。流れの変化を。彼は、敵軍は我々が逃げるんじゃないのか、と薄々感づいてきている。ここで鞍を外して腰を落ち着け、おとりの部隊であることを間違いないと思い込ませるのだ。と宣言。明らかに常識では考えられない作戦。だからこそ、強度はおとり部隊ではない、と思いながらも、戦わなかったわ。ものすごい勇気ですよね。でも、この勇気が全員の命を助けているとも言えます。しかし、李光の軍が強度から見て明らかにおかしいのは事実。強度軍の指揮官が、白馬にまたがり李光の軍を偵察している姿を見かけ、まずい。
と思って理工派数十機を引き連れて攻撃を仕掛け、守備翼白馬の指揮官を弓矢で射抜いて、すぐに陣に戻ったの。走行していると夕方になってきたわ。強度軍としてはほぼ、理工の巨星やブラフだとは思っていても、それは決定的ではない。夜になると今度は官軍からの夜襲にも怯えることになり、彼らの方が根負けして軍を撤退させたわ。数百人の理工の軍が、強度の数千の軍を撤退させました。それも戦わずにです。理工派朝になると、強度が撤退したのを確認して本陣に帰ったわ。なんと本隊は理工が出陣していたというのに、全く移動してなかったわ。これは理工が場所を伝えずに出陣したので、彼の後を追えなかったからなのよね。一か八かで撤退してたら絶対に負けてたわね。こういうのを加味した結果、勇猛な理工派戦わないことを選んだのかもしれませんね。彼はただ勇敢なだけではなく、それを支える頭脳があります。理工派その後、皇帝の敬帝がなくなり武帝の時代になると、武帝の側近たちは次々と、理工派名将です、ともてはやしたので、理工派将軍大使からいきなり宮中の美王級の栄誉に任命されたわ。この時に、上洛級の栄誉に任命されたのが帝府式だったわ。彼らは共に名将と呼ばれ、辺境の地で大活躍した男たちね。将軍が大出世すれば宮殿の栄誉にまでなれるんですからね。夢がある職業でもあります。この二人は名将と呼ばれているのにもかかわらず、タイプが真逆だったわ。理工の軍は、行軍中でも隊列、陣形はバラバラ。湖や草地を見つけると兵士たちに自由行動をさせて休ませるの。夜の警備も必要最低限で厳しくはなく、記録や帳簿の書類も簡素なものを好んだの。ただ、石膏だけはいつも遠くに派遣したので奇襲されたことはなかったわ。対して帝府式は、軍の編成や隊列はかなり厳格で乱れがない。警備も厳しく、書類や帳簿は部下にきっちりと書くように任命してるので兵士は休む暇はない。彼の軍も、理工同様敵軍から奇襲されたことは一度もなかったわ。真逆なことをやってるのに、結果は一緒というのは面白い話です。この二人の違いを、帝府式自身はこう言ったわ。理工の軍は軍律が甘すぎる。故に不意打ちを受けたらひとたまりもないが、兵士は常々のびのびと行動し、理工のために命を惜しまぬ者も少なくはない。一方、我が軍は軍律に厳しい。厳しいが故に敵軍からもし奇襲されても万全だ、と言っているわ。どちらがいい、悪いってわけじゃないわ。向き不向きなだけよ。帝府式はかなり連直な進化で、皇帝に対しても意見をズバズバと言い、法律に忠実な男だったと言われています。理工とは別の勇気を持っている男です。当時の辺境の兵士たちはどっちも優れた名将だと称えたの。だけど、強度だけは理工の軍だけを異常に恐れたし、兵士たちもまた理工の軍で戦うことを望んだわ。帝府式の軍は軍律がきついからねー。そりゃあ厳しいところと甘いところだったら、甘いところがいいのが人情ってものです。紀元前133年。なんかもう強度がめっちゃ和睦を発揮してくるので、官軍はこっちから強度を攻撃しようとしたわ。その名も、強度の王を引き釣り出して、一気に捕まえよう大作戦、を実行。これは単純な作戦で、強度全王を多大な褒美を餌に馬遊におびき出して、30万の軍で一気に殲滅するという完璧な作戦よ。おお、相手の王様を討ち取れたり、捕虜にできたらそりゃ有利になりますね。理工派行基将軍として、五軍将軍官暗黒の配下としてこれに参戦したわ。だけど、これはあまりにもあからさまな策だったので、強度全王はこれを看破。彼は馬遊に来ず、理工たちは何の功績も挙げれずに帰り、この作戦の立案者の王海は処刑されたわ。これ以降、官と強度の和睦はなくなり、戦うことになります。紀元前129年、理工派将軍として万の兵を率いて岩門軍から出撃。すると敵の大軍と出くわし大敗。理工自身が捕虜になるぐらいの大敗北だったの。捕虜になったんですか。強度全王はもとより理工の勇猛っぷりを知っていたので、理工を捕らえたら、生け捕りにせよ、と命じていたわ。理工が捕虜になった時、彼は偶然にも負傷していた。
そこで郷土兵は馬を2頭呼んで臨時の担架を作って、利口を丁重に運んで本陣に運んでいたの。ここで利口吐き点を聞かせ、ひぎ、死んだふりを実行、ピクリとも動かねえ。この死んだふりって意味があるんですか？このまま何もしなかったら、本陣についちゃいますけど。利口は10里ほど進むと、頃合いか。と思い、薄目を開けたわ。するとそばで郷土の少年が瞬場にまたがっている。利口はいきなりその馬に飛びかかり、郷土の少年を突き飛ばして馬を乗っ取ったわ。盗んだ軍馬で走り出したのよ。やることがすごくダイナミックな男ですね。利口は奪った弓矢を鞭代わりに使い、馬を動かしたわ。当然郷土軍が追ってきたんだけど、利口は振り向きざまに弓矢を放ち、的確に当ててくるわ。いよいよ郷土は利口を恐れて捕獲を諦めたの。そして利口は数十里南に進み、廃山兵と合流。どうにか拠点まで逃げ帰ることができたわ。弓矢の腕は中国史史上一番かもしれませんね。利口は宮廷に帰ると、逮捕されたわ。罪状は多くの兵士と将を失った罪。並びに敵軍の捕虜になりかけたこと。故に彼には軍法会議で死刑が命じられたわ。はぁ、確かに利口は敵軍には敗れはしましたが、その武勇ゆえに逃げ帰ってきました。確かに多くの将兵を失った罪は大きいですが、情状酌量の余地はあるんじゃ。落ち着いてよ、悟り君。この時代の死刑には二つあるわ。何をしても死刑を免れない重い死刑と、お金さえ払えば死刑を免れる軽めの死刑。利口が命じられたのは軽めの方ね。だから利口は食材金をいっぱい払って罪を免除されて、平民に降格したわ。むむむ、そういう制度があったんですか。そうして武官からお金を払ってもらって武帝は国庫を豊かにしようとしているんですね。それから利口は平民となって、地元で好きなように暮らしたわ。高祖雄法に仕えた官営の孫の環境とともに、山の中で過ごし、好きな狩りで自適な老後を過ごしていたわ。彼は当時50歳ぐらいだったから、こういう平和な暮らしに憧れてたのかも。将軍というのはかなり責任ある立場ですからね。少しのミスで部下が全員戦死してしまいます。ある時、利口は従者を引き連れて外出して、村人たちと楽しくお酒を飲んでいたわ。そして帰ろうとすると、破陽の堤に差し掛かった際、酒に酔った武官が大声を上げて通行の邪魔をしてきたわ。利口の従者は怒って、このお方を誰と心得る、かの郷土大事の英雄、元将軍の利口様であられるぞ。と言うと、武官もこれに反論し、何を言うか、夜間での通行は将軍ですら禁じられている。ましてや元将軍とかわらわら、と言って、利口を侮辱。さらには一晩、利口を邸に誘致したわ。いやー、捕まっちゃったんですか。紀元前128年、郷土は漢に侵攻を開始。行政軍大衆を殺害し、漢安国はこの軍に、ひどく大敗。その責任を取らされて左遷させられるわ。武帝としても、ここまで負けちゃうと藁にもすがるような思いで利口を再度召し出して、幽閉北軍の大衆に任命。利口はその後すぐに、自分を侮辱して誘致した武官を召し出して切り捨てて恨みを晴らしたの。普通はこういうのは歴史書に載せたくはないところなんですが、司馬遷は包み隠さない男ですからね。利口が大衆に復帰したという情報はいち早く郷土に伝わり、漢の非将軍が来た。と、郷土の軍は恐れてそれから数年、出兵してこなかったの。利口たった一人を屈強な郷土が恐れたのよ。もう50を超えている男をね。利口の軍はとても強いです。彼自身ももちろん強いのですが、彼が軍を率いれば精鋭に変化します。利口は暇があるとすぐに虎狩りをすることが多かったの。ある日、彼は草陰で虎を見かけてこれを射るわ。そして見事に矢が刺さったの。そして獲物を確認すると、なんとでかい岩だったのよ。どういうことやねん。わらわら岩に弓矢が刺さったんだけど、わらわら。その後、利口が何度か弓矢で岩を撃ってみても、岩に矢が刺さることはなかったわ。これが、一年岩をも通す、の語源とも言われてるの。彼の信念の弓術は岩をも貫く強烈な一打だったのよ。剣や槍よりも強烈です。利口は、虎が出たぞ。と聞けば、必ず狩りに出かけたわ。
彼は、虎に飛びつかれて怪我をしたこともあるんだけど、自力で虎を仕留めたりもしたの。恐れというものを知らないんですかね。紀元前121年、南下強度がたびたび国境を破るようになったので、李弘派老中令として4000の兵士を引き連れて出撃。趙建も別動隊1万を率いて別の道を通って進軍してたわ。そして数百里進んだ頃に、李弘派強度軍の主力部隊である左肩王の4万の部隊から包囲されたわ。なんでこうも彼は不利な戦が多いのかしら。彼は勇敢だから、ついつい敵陣深くに切り込んじゃうんですかね。それでもまだ、趙建軍の1万がいれば勝負になったんでしょうけど、条件がいねえわらわら合流する期日に間に合ってねえわらわら。ってことは、4000と4万の戦いですか。そもそもが条件の軍がいたとしてもこちらは1万4000人ですからね。明らかに李弘軍は大軍を見て士気が下がっていたので、彼は息子の李勧に敵軍の様子を見てこい、と命令。彼は騎兵を数十騎引き連れて強度軍を蹂躙。李勧は敵軍を蹴散らし軍に帰ると、強度軍、大したことあらず、と宣言。兵士たちは李勧のことを英雄だと称え、軍の士気は最高潮になったわ。うへぇ。李弘だけじゃなく、李勧もまた武芸に秀でてますね。そこで李弘派4000の兵士を円形に並べて、強度軍から突撃されないように構えたの。これを見た左肩王は騎兵での突撃を諦め、弱めのように振らせたの。李弘軍は兵士の半分を失い、弓矢の数もまた半分になったわ。あっという間に2000人に。相手の軍は4万もいるのに。李弘派、弓矢の消耗がまずいな。と思い、当たる距離まで矢を放つな。と命令。それに応えるように李弘派、指揮官クラスの敵将を次々と射抜くわ。いくら連携に優れている強度軍も、指揮官クラスを次々と撃たれて指揮系統が乱れ始めたの。さすが飛将軍です。その異名は伊達じゃありませんな。そして夜になって戦いは中断となったわ。兵士たちは冷静になって今の状況を考えると震え始めたけど、李弘だけは普段通り過ごしていて、部下を褒めて陣を作り直すように指示したの。これで士気の崩壊は防いだんだけど、翌朝になって再度戦いになると、李弘軍のほとんどの兵士が討ち死にしたの。もはやこれまでか。と思われた時、趙建の軍1万がようやく到着。左肩王の背後を取ったわ。左肩王は官軍の強撃を恐れて撤退して、李弘派急死に一生を得たわ。強度軍3000を討ち取り、李弘軍は4000の兵が戦死するという地獄のような戦いだったんだけど、本当にギリギリの戦いだったんですね。彼らは都に帰ると、条件は期日に間に合わず、李弘を苦しめた罪、で死罪となり、李弘派功績と罪が一緒、ということで、特にお咎めなしだったの。条件は贖罪金を払って処刑を免れたわ。おそらくはこの贖罪金とかを、大強度の戦いの軍事費にしているんですかね。この強度との戦いはかなりお金がかかっていると書いてありますし。さて、じゃあそろそろ李弘の性格について話しておこうかしら。李弘派金銭にあまり興味がない男で、褒美をそのまま部下に全部あげることもあったみたい。飲食でさえ、部下と一緒のものを選んでいたの。彼は40年以上、2000石の禄をもらっていたんだけど、彼の家に財産が貯まることは一生なかったわ。うん、その記述は矛盾してないですかね。李弘派かつて贖罪金を払って死罪を許してもらったことがありましたよね。彼の家に財産がなければ、この贖罪金は払えないような気がするのですが。良い点に気がついたわね、悟り君。でも話は最後まで聞くものよ。李弘派体つきに恵まれ、背が高く、腕が長かったと言われているわ。弓の名手にぴったりな体をしていて、彼の一族の中には彼以上の弓の名手は存在していないわ。李弘派突弁で口数が少なく、友人との付き合いも地面に地図を書いて作戦の議論をしたり、弓矢の技術を共に高め合い、弓の技術で負けた者が酒をいっぱい飲むというゲームを好んだの。まさに弓に一生を捧げた男よ。彼は行軍中、飢えと渇きに苦しんでいる時に偶然泉を発見しても、
部下が全員飲むまで自分は飲まなかったし、食料も部下が全員食べるまで自分も食べなかったわ。そうした態度に部下たちは次第に惹かれていったのよ。なんというか、すごく武骨な人物ですね。不器用、とも言えるのかな。だから私は食材金の件をこう判断するわ。彼の部下や友人が払ってくれた、と。利口派友人の数は少なさそうだけど、部下からはかなり慕われているわ。だから彼らが利口のことを助けたんだと思っているの。もしくは一族の人が払ってくれたのかもしれませんね。利口の戦闘スタンスにはかなり特徴があったわ。彼が弓を射るときは敵軍がかなり近くに来ても弓を放たず、絶対に当たる距離まで引きつけたの。その距離、数十歩。だから、彼が弓矢を放てば敵軍を必ず殲滅したんだけど、この戦法はたびたび味方を苦しめたの。利口自身、虎狩りで怪我をしたのもこの戦法を取ったからだと言われているわ。味方が全滅するか、敵軍を全滅させるか、という諸刃の剣みたいな戦法ですね。でも、利口がその戦法で生き抜いているということは、それだけすごいということなんでしょうか。一度、捕虜になりかけてますけどね。利口派戦いも不器用だったけど、出世もまた不器用だったわ。彼は文帝の時代にいとこの李斎と同時に仕えたんだけど、李斎は景帝の時代に2000石の領土をもらって、武帝の時代になると大国の宰相にまで上り詰めたわ。紀元前124年には大将軍に従って郷土討伐で功績を立て、楽安公になり、紀元前121年には上将にまでなったわ。まだ利口派武官の最高位まですごく遠いです。それに比べて李斎は上将ですか。文官のトップですよ。差がつきましたね。ただ、この李斎という男には大した実力はなく、名声だけを切り取ってみても利口の方があったみたい。だけど利口派爵位も俸禄ももらえず、官位も休憩に過ぎなかったんだけど、李斎は諸侯に報じられ、官位は三侯にまで上ったの。それどころか、利口の直属の部下でさえ、諸侯になる人が現れたのよ。どういうことやねん。おそらく、利口派口下手で武帝にあまり気に入られず、口が上手な李斎の方が気に入られたんだと思うのですが、自分が諸侯になっていないのに、部下が諸侯になるのなんて異常ですね。利口もさすがにおかしいだろ、と思い、暴起という予言をする食糧についている王作にこれを相談したわ。漢が郷土討伐を始めてから、わしが参戦しなかった戦いは一度もない。他の部隊の将校連中と来たら、能力は並以下だが郷土討伐の功績が認められ、諸侯になった連中が数十人もいる。わしは決して人に遅れを取ってはおらぬと思うが、功績を認められず、諸侯にもなれない。わしの人相が悪いのか、それともそういう星のもとに生まれてきたのか、と利口派王作に聞くと、今までで、一番後悔したことは何ですか、と王作が尋ねてきたので利口派、昔、老政の大衆だった頃、凶族が反乱したことがあった、わしは命を保証すると言って降伏勧告をすると、彼ら、800人以上が降伏、してきたが、わしはその日のうちにこれを全員処刑した。これは、今でも後悔している、と後ろぐらい過去を伝えたの。王作は、降伏を許したのにこれを殺す。これほどひどい行いを神が許すでしょうか。将軍が諸侯になれないのはそれがたたっているのです、と言ったわ。これはすごく微妙ですね。確かに利口の行った行為は神の咎めを受けそうな行為ではあるんですが、それが諸侯になれない要因か、と言われますとね。紀元前119年、武帝は郷土討伐を開始。大将軍衛星と、武帝のお気に入りの各挙兵に大軍を与えて郷土討伐を行ったわ。当然利口派この郷土討伐の従軍を願い出たんだけど、武帝は却下したわ。彼はもう60を超えているからね。でも、たびたび直訴してきたので、武帝はしぶしぶ利口の出兵を許可したの。これは武帝が利口の心を気遣ったからだと言われてますね。彼の出兵を、高齢、を理由に拒否するとプライドを傷つけちゃいますからね。利口派前将軍として、大将軍衛星の配下となったわ。そして衛星はいきなりチャンスを得るわ。
なんと捕虜にした強度から前後の場所を聞き出すことに成功するのよ。当然衛星は精鋭をかき集め、ここを集中的に攻撃する作戦に出るの。そして李光にこういう命令を出したわ。君には右将軍の軍と合流して東の道から強度を追い詰めてほしい、という命令を出すと、李光は不満たらたら。東の道は決戦の地から遠回りになるし、道も狭く大軍で入りにくい。明らかな後詰め。脇役みたいな感じなのよ。李光は根っからの武人。最前線で戦うことを誇りとしてきた男ですからね。ここで李光は大将軍衛星に直訴するわ。大将軍、私は前将軍であります。その私が迂回路に行くのですか。私は年少の頃から強度と戦い、今宿敵である前羽と戦うチャンスを得ました。何とぞ。私を最前線に、と願い出たけど、衛星には李光を最前線に置くわけにはいかない理由が二つもあったわ。え、そうなんですか。衛星はこの時、武帝から密命を受けていたわ。李光は高齢でもあるし、何より運がない。運がなければ戦いには勝てない、前羽と戦わせるな、と命令してたのよ。運がないってのはどういうことですか。この時に実波彗星が出てたのよ。当時は日食とかそういうものはすごく縁起が悪かったの。だから武帝は運が悪い男って李光を名指ししたのよ。これは三国志時代にもありましたね。日食が出ただけで大臣が罷免されるとか。さらに一番の問題点だったのが、左将軍公孫豪の存在。大将軍衛星は彼に一度命を助けてもらったことがあり、彼に功績を立てさせようとしてたの。その事情を李光は知っていたのにもかかわらず、衛星に何度も直訴したのよ。衛星としてもこれには参って、無理やり命令書を出して、命令書通りに配置につけ、と恫喝。李光は憤慨したわ。なんというか、どっちも大した理由じゃないですね。李光としては自信があるから俺を最前線にしろ、と言って、衛星としては友人を最前線にして功績を立てさせたいと。李光の怒りは凄まじく、大将軍に出発の挨拶もなしに進軍したわ。右将軍の軍と合流し、命令通りに東道を進む。しかし、彼らは道に迷った。普通なら道案内人がいるはずなのに、李光たちはつけていなかったのよ。これで本隊と合流ができなかったわ。これはおそらく、李光が怒りに震えて道案内人をつける冷静さを保てなかったからだと思うんですよね。対して大将軍衛星たちは、強度前羽と決戦をして大勝利を収めたの。しかし、本当にあと一歩のところで前羽を取り逃すの。これだけはたらればになるんだけど、もし李光の軍が合流して万全な状態だったら捕らえられたかもしれない。そう嘆きたいぐらいの対象だったのよ。実際、これから十数日ぐらい前羽は安否不明の状態になっているんですよね。衛星たちが前羽捕獲を諦めて帰ると、帰り道で李光の軍と合流したの。当然この李光の件は大問題となって、衛星は調子を李光たちの元に派遣。軽めの事情聴取をしようとしたわ。これは本当に軽めなもので、武帝に報告する書類を作るためのものだったんだけど、李光は終始無言で何も喋らない。衛星としてもこれには困って、再度調子を派遣して、軍本部に来て、前将軍は尋問に応じろ、と命令。これに李光は、部下の将校には罪のかけらすらない。道に迷ったのは私の責任だ。これから報告書を作って軍本部に報告する。と、静かに語ったの。上司としてはこう言われると黙るしかなかったわ。李光は戦いには遅れましたが、結果論。戦いには勝ちました。おそらく正直に話せばお咎めはないでしょうし、あったとしても軽めな降格処分でしょう。李光は部下を集め、わしは年少の頃から今日まで、強度と70数回戦ってきた。そしてこの度、大将軍の配下として前羽と戦う機会を得たが、大将軍の命令によって迂回させられ、さらには道にも迷った。これも天命。か。思えば俺ももう60を超えた。今さら子役人の尋問に答えられるか。と言って、彼は部下の目の前で自害したわ。それだけプライドも高かったんでしょうし。
何より自信があったんでしょうね。部下の将校をはじめとして、軍中の者はみんな涙を流したわ。そして庶民ですら涙を流し、彼をよく知らない者ですら、彼の死を惜しんだの。後に李昂の息子の李勧は、父が自害したのは大将軍衛星のせいだ。として彼に殴りかかったわ。衛星は思うことがあったのか、李勧を許したけど、老いの各挙兵がこれを恨んで李勧を暗殺したの。これは完全に李勧の逆恨みですからね。衛星は李昂の罪を極力は許そうとしたはずです。何より、自害という選択を選んだのは李昂自身なんだから。司馬遷は李昂のことを、私は彼のことを見たことがあるが、彼は素朴な男であまり弁舌がうまそうには見えなかった。李昂が亡くなった日はみんなが李昂のために涙を流した。彼の誠実な心がこれだけの人数を動かしたのだ。ことわざでもこう言っているではないか。桃やすももは何も言わないが、その木の根元には自然と小道ができると、あれは小さなことを指していることわざだが、大きなことだって言えたのだ。と評価しているわ。司馬遷も当然、李昂に心を打たれたってことね。李昂という大樹の根元には大きな道があります。誠実という二文字だけでこの道を作ったんです。それだけで評価に値する人物だと私は思いますね。さて、いかがでしたでしょうか。今回の人物は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。やはり根っからの武将ってのはすごくいいものですね。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。